かかるんで、ケチっていきましたねっていきますよ。まあすぐですけどね。先週は大雪だったんですけど、今日は、雨上がりに、晴れています。路面が、まあ、この辺はようやく乾いてきた感じです。家のあたりはなんか止んだばっかしみたいな感じでぐちゃぐちゃでしたけど、まあ、今から向かっているのが築城町、まあ、追記っていうところですね。ちょうどまあこの今入ってきましたけど、ここはあの航空自衛隊の基地のあるところです。第7校舎隊とか、いろんなの、あの空に空の守る隊があります。高速道路、あのシータバイパスから見えるところに、なんていうんですかね、あの移動できる、あの引っ張っていく大砲、うん、なんていうんですかね、パトリオットみたいなやつとかですね、ああいうなんか迎撃する的な、やつが置いて、もう見えるところに置いてあったりします。航空自衛隊の航路ですから、高い、比較的平たいです。なんか雑木林みたいなのきれいに植えてですね、林にしたりして、まあそうでないところも畑にしてですね、使ってもらってるということらしいですね。まあ家も建てられないですからね。真上をね、戦闘機が行ったり来たりしたら、なかなかちょっとこうこの辺の植生とは違って、こうなんていうか九州離れしたというか、ちょっと独特な、まあ、風景ですね。今日はアマチュア無線技師4級のですね、講習会としての2日目ということです。3コマ4コマかな、授業というか講習があった後、試験と無線の砲機が10問、方角が10問、それぞれ6問ずつ取れば合格ということです。昨日テストの、まあ、模擬問題集みたいなのやったんですけど、まあ6割じゃない、7割は取れるのでまあ大体7割取れてるんで、まあ大丈夫かなとは思うんですけどね直前に見直して、間違ったとこ見直してね、まあ、そこが出れば、正解率が8割とか、上がっていくんじゃないかなと思います。問題は工学ですよね。専門用語とその意味っていうか、その効果というのはちょっと苦手なんでね、そこが一番問題ですよね。だからまあ一応前回から1週間やったことの半分ぐらい覚えてるので、まあまあまあいいんじゃないかなと思います。